おい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 、はい、おはよう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 。ね、ペペロンチーノです。早いもので60日目を迎えましたということでね、ペペロンチーノ成長の記録も、これで最終回となります。こんな元気いっぱいですよ、ね、おいおいおい、チーノチーノチーノ、ロン君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 、ペペペペペペチーノチーノ元気だね。何ですかあなたたちは、何ですか、はい、姉ちゃんね。去年のね、年末最後12月29日に生まれたね三つ子ちゃんなんですけど、もう60日経ったね早い早い、おお飛び跳ねてるよ、元気いっぱいもう上からしか撮れないもんね。おいおい元気元気、チーノチーノ、うん、さあどのぐらい大きくなったかね測ってみよっかね。じゃあ最後の体重測定をしたいと思います。パンちゃん、はいはいはい、ありかありかありか、ああもうパンちゃんっていいよいいや、うん、じゃあペペ君ですね。もうじっとしててくれないかな、じっと乗っててね。お1キロ超えましたね、1003グラムも出てるはい、次男のロン君です。ロン君じっとしててちょっとだけ我慢してね、1016グラム、おお逃げた1016グラムです。最後に三男のチーノくんです。チーノくん、おお、ちょっと頑張ってちょっと頑張って頑張ってちょっと940グラムぐらいペペくんです、ね、はい、ペペくんだよ、大きくなったね、もう60日だったね。ペペくんがね、まあ一番ちっちゃかったんだけど、もう1キロ超えてしっかりなったね。成長の幅は一番大きかったね。はい。で、ペペくんはね、もうご見学も終わりましたね。よかったね、優しいね、ご家族様のもとにお迎えしていただきます。見てくれてるかな、ペペくんだよ、まだお耳は立ってないよ今からは立つと思いますけどね。かわいいかね、匂い嗅いどこ、かわいいペペくんでした。ロンくんです、次男のロンくんです。ロンくんお耳立ったんですよ、ほら自然にロンくんお耳が立ちました、かわいいねでロンくんはね、今日ねご見学の予定だったんですけど、こちらにね向かわれてる途中でね、ちょっとお車が故障したそうでね、ちょっと急遽ね、キャンセルになって、まあキャンセルというか延期になったんですけどね、大丈夫だったかな、ちょっとね、まあまたね、伸びましたけどね、ロンくん待ってますよ、僕待ってるよ、ほらロンくん待ってるよってね、かわいくな、ほらね、ロンくんでした。で、チーノくんですね、最後にチーノくん、チーノくんもお耳まだだけど、まあ今からね立ってくると思いますよ。でチーノくんはね、明日ご見学となっております。ちょっとご遠方からお越しいただくんですけどね、お待ちしてますね、チーノも待ってるよ、かわいいよってね、チーくん、チーくん、チーくんかわいいか、チーくんいつもあの下になってやられてるんだけどね、時々やり返すもんね優しい子ですよね、チーくん、チーくん、チーくん、かわいいね、あーかわいいかチーくんでした。で、ペペロンチーノです。揃いました、ペペロンチーノ、あらかわいい、こっちからね、ペペ、真ん中がロンで、チーノです、ね、みんなにお顔見せよ、ね、ペペロンチーノだよって、すっごいみんな可愛く成長しましたね、さすがちゃおっ子だね、うちの子みんな可愛いもんね上向いてんのペペ、上向いてんの、お顔皆さんに見せようよ、ほらね、可愛いっしょ、ほら可愛いでしょ、ほら
あ、めっちゃ可愛い。お譲りやめよっかな。可愛いか、もう手放したくない。ダメ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 ね、プロですからね。はい、ということでペペロンチーノでした。あ、可愛いか。で、今回ね、すだちに際しまして、実はね、プレゼントがあります。何かというとね、じゃじゃん、チャオハハニットです。チャオハハニットをね、うちの母がね、この子たちのすだち用にということで3着編んでくれました。ね、わかります？これそれぞれのね、イメージカラーですね。イメージカラーというか、僕が目印でつけてたあのゴムの色ですね。だからこの赤がペペくん用です。ペペくんの巣立ちの時に持たせます。そしてこのグリーンがロンくん用ですね。チャオカーネって入ってるでしょ、ね、はい、ロンくん用の、ロンくんの巣立ちの時に持たせます。そしてこのオレンジね、これがチーノくん用ですね。チャオカーネって今回入ってますから、チャオ母がね、編んでくれましたんで、それぞれのね、巣立ちの時に記念にね、持たせたいと思います。サイズはね、ちょっと大きくなってから着るように、成犬サイズとなってますんでね、ずっとね、着てもらえたらなって思います。お楽しみに。で、今日はね、こうやってね、今仕切ってます、間を、どうしてかって言うとね、ちょっと外に出して遊ばせたいと思います。お外で遊ぼうか。お外で、はい、ペペ君から行こう。じゃあ順番にね、はい、ペペ君です。えいっ、はい、ロン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 、はい、ロン君です。行っておいで。よし、はい、チー君、はい、チー君です。はい、みんなに邪魔されるのいいけん遊んでおいで。はい、チー君です。ちーくん、お顔見せて、お顔見せてよ。ちーくん来たの。ちーくん、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 グラン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 グラパンちゃん来るの、パンちゃん来るの、よいしょ、ママだよ。
いやいやいっぱい遊んだね、いっぱい遊んだね。ということでね、ペペロンチーノ3兄弟、生まれてからね、生後60日目までの成長を見ていただきましたね。早いもんですよね、子犬の成長ってね。でもこうやって元気元気で、成長してくれたのが何よりです。で、見守っていただきましてありがとうございました。パンちゃん、あ、お疲れさんね、パンちゃんもね。はい、おいで、ね、パンちゃんも元気いっぱいです。まだまだおっぱい探してるね。もう出ないよ、おっぱい。ということで、すだちまでね、お届けしたいと思っております。いつものようにね、この子たちのすだちもぜひぜひ見守っていただきたいと思います。ではでは、おー、元気元気。